私も左だ。あ、超えてる超えてる。ナイス。突っ込んじゃった。アプローチです。私も下りのパッドの時にパチンなんだあなんていうんだろうこう止める感じでペチって打つのね、うん、そうするとなんか転がんないのフォロースルーもねあそう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 ペチってやるとなんか止まる感じがするのね、うん、でなんか巡回転で打とうみたいな感じで打つとなんか転がってくのね、うん、っていうなんかあるんだけど回転かけて止めたりとか曲げたりとかするパターンでプロとか、うん、誰でも分かんないじゃあ漫画の読みすぎかもしれない漫画の読みすぎでも本当にそれできる人いたらすごすぎませんバックスピン、うん、パターンねなんかってことはなんか こうやってやんなきゃいけないってことじゃないですか、うんうんうん、そうだよね漫画の読みすぎか私の読んでる読んでないよね、うんえ読んでないよねいや実家に、うん、なんだっけですかあるんだよねねなんだっけ、うん、名前思い出せない風と共に違うそういうんじゃなくて向井太陽漫画ですかうんライジングインパクト違うもっと古いやつ古いやつ、うん、あのわかりますチャーシュー麺じゃあ明日天気になる違う猿じゃないんだもん違う猿じゃないんだもんね違うソロのすごいああこれは見たことあるけど私がよく見てたものはこれないんだよなんだろうねインパクトのキャディーアイじゃないなんだろう多いトンボじゃない知ってるんですか黄金のラフか、黄金のラフじゃないあ、上がってたもんめっちゃ古そう結構昭和だね結構昔だよあ、量とか言ってこれが来たことある人は分かると思うすっごいちっちゃい主人公がプロゴルファー目指してやってるみたいなヘナチョコスイングなんですけどバシュッって言ってるみたいなこれ実感にやんだすごいね、さやかちゃんほとんど読んだことあるこのゴルフ漫画
うん、すごいちっちゃい女の子がいるんですけど、うん、その子がドライバー振るんですけど、ドライバーの長さが60インチっていう、え、もはや長くない、わけのわかんない、遠心力ターゲでも粘点がすごすぎて、うん、こっちまで来ちゃってるんですよ、でもめちゃくちゃ飛ぶっていう私さん、その時はゴルフ知らないで見てたから、このね、はい、上がってなんぼ、うん、見て、あ、分かってみたらまた違うのかな、うん、いや、これできないでしょって多分多々ある気がする、うん、パターでバックスピンとか無理な気がする、無理か、なんかさ、よくさ、順回転で打ったら転がるとか言うじゃん、はい、それは本当じゃなく打つって感じってことは芯に当たってないってことですよね、あ、そういうこと、キー立ててパターで、で、はい、バックスピンかけられるのかなっていう、ティー刺してパターで打つと順回転になる、練習になります、へー、そうなんだ、なんか順回転ってパターのヘッドのちょっと上ら辺にあるらしいんですよ、なんか弟が言ってたんですけど、うん、だからティーをこれぐらい刺して打つとちょうど真ん中に当たって芯の真ん中に当たって順回転、プロゴルファーみたいな順回転みたいなのがあるらしいです、へー、面白いね、うんうん、やってみたいね、うんうん、でも確かに転がりは違います、そうなんだ、すごい、バックスピンかけますとか言って最近打ってるんだよね、かっこいい、え、かっこいい、それ逆にかっこいい、あ、別に、なんつうの、こう戻ってくるとかじゃないよ、キュッて止まる、止まる、そうそう、だから打つとえって言われるの、でも止まるの、へー、特に下りの時にやるんだけど、それはずれてんのかな、なんだろう、逆に分析してるし、気持ちだから打ってるし、気持ち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 大事酔っ払いの結局いや、今のゆっこだよ、まあ、そうね、今のゆっこさんが悪いですよ、どうぞ行きますか、はい、行きます、危な、めっちゃ手こねそうだったよいしょ、危ない、危ない、これが落ちてきた、ありがとうございます、ドライバー行きますね、OK、ナイスショー、はい、9番でいきます、ショート左大丈夫、まあ、大丈夫、どう思いますか、95ヤード、左9でいいんじゃないかな、転がることに期待します、ピッチングで頑張ります、転がってくださいね、結果オーライすごい跳ねてるけど乗ってはない、ナイス、ありがとうございます、セーフ、85ヤードぐらいなのでピッチングで打ちます、軽くね、ダフった、最悪、あーもう何あ、分かった、最悪だ、だけど難しいライですよね、難しかった、めちゃくちゃ難しいですよね弱いし、大丈夫かな。
やばい、やっとほらい。うまい、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 うまい。ボギー、私もボギー、ボギーちゃん、ボギーちゃんです。